はい、皆さんこんばんは、ナイルブラボーと申します。バトルテックの実況プレイの続きやっていきたいと思います。前回はむちゃくちゃパイロットも怪我しまくったし、機体もめっちゃボロボロになったけど、なんとかパレットを仲間にしてクリアすることができたのよ。でその回あってお金がむっちゃ貯まったから、攻撃力の高いメックを1台購入したのよ。でそのおかげでおそらく今まで足りひんかった攻撃力の部分が補えるんじゃないかと思う。てか補われへんかったらやばいのよ。今私たちに足りないのは火力で、どうやら姫様がまたなんかめんどくさいことしようとしてるから、私たちはその任務を受けることになりますと。到着したね。ということは作戦開始だ。ディフェンダー配置して、今回からアーケイン、アーチャーか、攻撃力がめっちゃ高くて熱の効率が超悪いアーチャーで、私がガンナーやから攻撃と相性のいい私が乗って足りない部分を補いましょう。大気汚染されすぎじゃない？紫になってんじゃん。さあ今度のミッションは何ですか？何何？守備隊と破壊せよ。8体いる。で弾薬トラックを6台守れ。守れ。ほんで弾薬トラック3台を守れ。守れ。ほう。弾薬トラックとは何台？そしてこれは何台？弾薬庫。弾薬庫。まあ多分弾薬庫やから、この赤い範囲、弾薬庫が壊れたらこの赤い範囲が爆発に巻き込まれるとか、まあそういう感じかな。いやちょっと待てや、ま、ちょっとマップ見ようか。あー、ここにも弾薬庫があるってことは、こっちまでなんか行かなあかん任務が発生しそうで、とりあえず真正面から戦うのはヤバそうだから、回り込みながら戦いましょう。おお、接敵。おっと、ターレット。まずは移動して、相手の HP は97、こっちは、90、全部当たれば97は超えれる。あれー、あなた今すごい外し方したね。あなた今 85% の武器を思いっきり外しやがった。ここはミサイルなくてもいいでしょ。いやさっきのあれ外してなかったら、こいつを今敵のロボットを攻撃する役にできたのにな。おー、いい。このミサイルはどこからだ。来た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 。私の攻撃力を見れる時が来た。行くぞー。うわ、すごい、480発もある。しかもレーザーが4個積んでるから。すごい攻撃力。その代わり熱がやばい。これは確かに連続攻撃できないわね。あの補給トラックは弾薬を満載して走行中です。絶対に逃がさないでください。これ以上特殊な任務を私に与えるの？だいぶ忙しいぞ今でも。あのビークルを逃がしちゃダメなんでしょ？だったら近づいてセンサーロックで狙えるようにする。で狙えるようにしたら近づいて攻撃。あったーい、めっちゃ硬い。何あいつ、呼吸器ならあなた誘爆しなさい。でいけるかな。オッケー、別の補給トラックまだ来んの、めんどくせー。これはちょっとここで戦うのつらいな。左側まで逃げた方がいいかもな。そうすれば多分あっちのタレットから、こっち側のタレットから射程外れるでしょう。1台、これって1台もそしたあれかな、逃がしたらあかんのかな。1台ぐらい逃がしていいんやったらスプリントで一気にこっち側まで行くっていう手もあるんやけどな。ちょっとやってみるか。スプリントで移動を。I copy。これはスプリント作戦がうまいこと言ってる可能性がある。ただ私が今一人遅れてるから集中攻撃受けそうなのよね。ここはもうスプリントで急いで逃げましょう。
ケー。逃げられてしまいました。あ、別にあれか、逃げられても報酬が減るぐらいなんかな。ゲームオーバーじゃないならいいや。司令官、あなたが確保してくれた補給物資で私たちのバトルベック部隊は、総局軍の戦線を打ち砕くでしょう。スミソンは解放されます。これからもずっと。あーだ、難しくなった。被害甚大。いや難しかった。1台だけ阻止できひんかったな、車が。うわでもすごいお金、億万長者になれてるわ私今。あー被害甚大。でも壊れてないからいいのよ。問題はこっちやな。 LRM15 が壊れちゃった。買い直さないと。売ってればいいけど。司令官、弾薬よりもっといいものを見つけたぜ。壊れたドラゴンが倉庫でいっぱいに転がってる。ドラゴンがいいメックだってことはいちいち伝えてないが、このデカブツは山ほど弾を詰め込める。船に持ってきてもらえればすぐ作業始められる。店を覗くとこいつらがあるはずだ。ってことはパーツじゃなくて機体単体で売ってるってこと？マジ？ちょっと見に行こうか。お店どこだ？ドラゴン、これか。これはでもパーツよな、値段的には。でも思ったほど火力低くない？今の私たちの部隊の方が全然高そうな気するんだけど、そんなことないんかな。ほんで今気になるやつがおった。こいつ火力やばい。何これ。ストーカー 3F は馬鹿げた物量の武器を搭載している。いやほんまや、すごい、すごい武器の数。レーザーも多いし、ミサイルの数も凄まじいわねこれ。いやーこいつちょっと欲しいな。お金に余裕がある。買いましょう。まずはメックを修理しに行きましょう。いやー頑張ってくれた。壊れたソナタも美しい。さあ LRM15 がおそらくないから、LRM15 がないのよな。で OK、 何も詰まれへんかった代わりに走行をガンボリにしてきたから、これで多少はマシになるでしょう。効力は落ちるけど。わ35日、私が一番怪我したのね。これでオーバーヒート許容量が増えるから、より一層武器を撃てるようになる。これと命中精度上げましょう。格闘の距離とスプリント距離ちょっと伸ばしてみる。移動力上げるか。こいつは移動力上げましょう。あなたはこれは何？ブリーチングショット。単一の武器で攻撃した場合、目標の隠蔽状態と防御状態を効果を無効にします。単発武器ってことはミサイルとかじゃなくて、武器左手に持ってるキュンっていう実弾武器やな。あーそういうスキルもゲットできんねや。このメック戦士が操縦するメックはミニスチュアシブプラス1とあれ、待機選択した場合に安定性ダメージ見積もりがメモリが1つ取り除かれる。士気が上がるってことかな。要はそうね、あなたもオーバーヒート許容量欲しいんだけど、 VNI ボーナスも欲しい。そうね、こうしましょうか。あなた本当に救世主。体力にしましょう。 OK、 じゃあ今回の実況はこれにて終了。次回また姫様のお願い聞きながら、あのドラゴンの性能を確かめに行きましょうか。面白かったのでいいんで、チャンネル登録と高評価していただけると、他の実況動画に私の動画が載る可能性がすっごい上がるんで、お願いいたします。お願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。